というわけで今回はスペシャルゲストをお招きしております。プロギタリストの、山口和也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、実は山口さんが僕 の, あのギターの1万時間企画を見てくださって、でそれでツイッターであのメッセージをいただいて、そこからあの特別に今回レッスンさせていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。よろしく、楽しみにしてました。はい、ということで、今日はまあスタジオに入ってですね、まあ、ギターも用意してですね、一緒にやっていくんですけども、誰かに習ったこととかってあるんですか？ないです。ないですか？はい。例えば教則本とかを使い、あ、教則本は使ってます。教則本ってどんなやつですか？あの、宮脇さんの、あ、宮田、宮田、はい、宮田の、はい、ギター、うん、365日あ、なるほど、365日のエクササイズのっていうよね、はい、そうですね。なるほど。今日もね、ちょっと持ってきたんですよ、使ってもらえるかなと思って。はい、ドン。これプレゼントです。ありがとうございます。ありがとうございます。これプレゼントでいただきました。ありがとうございます。ということで、これもね、あのぜひ使えたらと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとじゃあ実際いろいろやってみましょうか。はい、実際あの矢部さんが弾いてるとこも僕ね、あのその動画でしか拝見してないので、うん、さあやってみましょう。イエイ。なんかこう困ったこととかってあります？逆にやってて、とその強弱をつけるとかっていうのが、うん、あー、うん、今ね、なんかこのピッキングが速くなってくるとうまくできなかったりとか、うん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 、っていう感じですかね。なるほど。じゃあなんかこうちょっともうちょっと音楽的な、例えばメロディーとか簡単なメロディーとか弾いてみて、はい、その強弱っていうのものがどういう風にこう音楽に影響するのかとか、まあ、強弱だけじゃないですよね。例えばこうギターだと割とこうフロントピックアップ寄りで弾くと甘い音が出て、このリアだと結構硬い音が出るじゃないですか。そのあたりのトーンの使い方とかもあのその音楽に結構影響が与えるので、その辺もこう使い分けられるといいなと思うんですよね。あ、なるほど。 でもなんかこう難しいことやってるとそこにこう注目できないので、まずはすごい簡単 なんかメロディーをやってみるといいと思う、はい、例えば1弦だけを使って、はい、これ00779975444、これキラキラ星なんですけど、ちょっと練習して、とりあえず弾けるようになってみてください。はい、そうそう、5544220ですね。そう、一緒で弾きますよね。これも簡単だと思うんですね。まあ、5からは小指、薬指、人差し指で、これ動かないような感じでやるといいと思うんですけど、これで例えば、うん、ちょっとなんでしょうね。東京ドームで何万人かを前に演奏してるような感じで今の弾いてもらっていいですか？はい、うん、まあ、つまりその音楽的に弾くって感じですね。どうぞ。なるほど。もっと感情を込めてというか、さっき言った強弱だとかその音色の変化だとかあのつけてみるともっとなんかそれっぽくなるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやってみましょうか。はい、そんな感じですよね。なるほど。ちょっと今あの時間もずらしましたタイム感というか、あの音をこうなんて言うんでしょうね、そのきっちりあのスクエアにするんじゃなくてちょっともたらしたりとか、あのその変化をつけることでなんかこうそれっぽいなっていう感じが生まれたと思うんですけど、それとそのパラメーターと、あとその強弱のパラメーターと、あとトーンのコントロールですね、それがこうそれぞれが同時進行で動いていくようになるとなんとなくこう良くなってくると思うんですよ。
ちょっとそれをイメージしながら、はい、まずあの1個か2個かでいいと思います。その全部が全部 なかなか難しいと思うんですけど、まあ、ちょっと思うようにやってみてください、はい、1万人、2万人、3万人を感動させるキラキラ星を。00か。難しいですよね。もっと試してみてください。もっと大げさにやってみてください。ハムノイズなんですけど、はい、常に金属部分にちょっとこうあの手を置いておくといいと思います。ここら辺、例えば、うん、それでノイズが出なくなるので、はい、もう一回いってみましょうか。もうゆっくり時間使ってみてください。だんだん良くなってきましたね。もう一回いきましょう。なんて言ったらいいかわかんないですけど、こういうフィーリングが生まれるじゃないですか、はい、うん、そういうのをこうコントロールできるようになると、なんか人の感動を誘いやすいんじゃないかなと思います。もう一回言ってみましょうか。今この辺の音がちょっと出てなかったですね。まだ出てなかったんですけど、ちょっとね、抑える力が足りてないかもしれない。あー、なるほど、うん、ちょっとギュッと抑えてみましょう、はい、もう一回言ってみましょう、はい、いい感じがだいぶ変わってきましたよね。その無機質なところから、はい、なんかこう人間的なというかフィーリングがあるフレーズになったと思うんですね。結構この辺、今のその強弱とその音色のそのまああのトーンコントロール、まあこっちでフロント気味に弾くかリア気味に弾くか、まあピッキングの角度とかもありますけど、はい、まあそういうものと、であとそのタイムですよね。それをずらすことによってだいぶこう感じが変わるんで、この辺を意識しながら練習してみるっていう練習を加えてみると全然変わってくる、はい、例えばメジャースケールって弾いたことあります。ドレミファソラシド、あ、はい、うん、例えばちょっと簡単にしましょうね。これ弾いてみます。あ、欲しい、ここ、あ、そうそうそう、で最後どう、そこまでにしましょうか。ちょっと簡単にしております。で、これを、まあ、多分ね、あの普通はこんな感じで練習すると思うんですよ。こうメトロノームとか鳴らして、綺麗に揃って弾くようにすると思うんですけど、これを今みたいに。やってみると全然違う練習になると思うんですね。同じ練習なんですけども全然変わってくると思うんで、まあ、この均一に弾くっていう練習もやりつつ、はい、そういうちょっとこう波をつけてみるっていう練習も同時にやってみると、同じフレーズであっても
また違う練習になると思うんで、はい、いいと思います、ね、なるほどだいぶ変わりますよね、それでね。そうですね、うん、うまそうに聞こえるんですよね、いろんな差をつけると強弱だったりとか、うん、今までずっと均一にしか聞いてこなかったかもしれないです。そうなんですよ、大体みんなそこなの で、 あ、うん、でバラバラにしよう、あのバラバラってそのカーブだっていうか、そのなんかいろいろなパラメータのカーブをつけようとした途端こう弾くのが難しくなったりするんですよ。だから均一にこうみんな弾いちゃうんですけど、やっぱ均一だとやっぱりなんて言うんでしょうね、あの子供っぽいというか幼稚に聞こえてしまうんで、そういう部分でね、やっぱりちょっと差をつけていけるようになるといいかな。